トレンド福岡、プレゼントや自分へのご褒美に、もうすぐバレンタインですよ。サロンデショコラにやってきました。毎年恒例になってますよね。今日が初日なんですけど、たくさんのお客様が並ばれていて、会場内すごく賑わっています。岩田屋本店で開催中のサロンデュショコラ2024、国内外から合計71のブランドが集結。普段福岡では買えないチョコレートもたくさんあります。海外から買い付けてる商品群がございまして、フランス、パリで活躍されている方のブランドを多く入れております。こちらは今回のイベント限定セレクションボックス。詰められた16粒は全て異なるブランドのショコラになっていて、一箱で一度に味わうことができるんです。パッと目を引くこのカラフルなチョコレートをいただきたいと思います。お、中のガナッシュが玄米茶の香りで、甘いのと玄米茶がいい感じに混ざり合って美味しいです。そしてセレクションボックスからもう一つ、世界のトップショコラティエの一人、フランス、アルバン・ギルメの作品です。甘さと酸っぱさがこういい感じに混ざり合ってます。柑橘の香りがふわっと広がって、甘いチョコレートなんですけど、爽やかに食べられる一粒ですね。目移りすること間違いなし。サロンデュショコラ2024は2月14日バレンタインまでですよ。目で見て楽しんで、家に帰って召し上がって楽しんでということで、ショコラの楽しさをこのイベントを通じて感じていただきたいというふうに思っております。